アメリカ欧州軍はアメリカ軍の統合軍の一つ。司令部はドイツのシュトゥットガルト。現任司令官はトットウォルターズ空軍大将。統合軍の地域管轄地図大団色が欧州軍の責任地域を示す。責任地域にはヨーロッパ諸国のすべてトルコ、グリーンランドおよび旧ソ連諸国の大部分が含まれている。それゆえに欧州軍は 冷戦期における主要な司令部であった。かつてはアフリカ大陸の西部、南部も担当地域であったがこれは2008年に設立されたアフリカ軍に移管された。また近年のコソボ紛争へのアメリカの介入においても主要な役割を果たし、湾岸戦争とそれに引き続くノーザンウォッチ作戦においてもトルコのインジェルリク空軍基地から出撃する。 航空兵力の統制を行うなど重要な役割を果たした。欧州軍の司令官はまた、NATO 軍の機構において、欧州連合軍最高司令官の役割をも務める。2020年、マーク・エスパー国防長官は、欧州に展開する軍の編成を見直す計画を発表。その中には、シツットガルトにあるアメリカ欧州軍司令部をベルギーへ移す内容が含まれている。欧州軍は、 陸、海空軍及び海兵隊、特殊作戦の5つの主要、サブコマンドを機関として編成されている。欧州軍の指揮官は当初最高司令官と称されていたが、ドナルド・ラムズフェルド国防長官発令の2002年10月24日付の命令により、アメリカ合衆国軍内すべての最高司令官は、司令官に解消され、指揮序列の明確化が図られた。 また、欧州軍司令官は、NATO の欧州連合軍最高司令官を兼務している。カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン及び、ウズベキスタンの5つの中央アジア諸国は、中央軍の管轄。独中流米軍、12000人削減、米長官、NATO 強化しろへの抑止力高める。読売新聞、2020年7月20日閲覧。 ありがとうございます。